こんばんは入山明子です12月22日水曜日入山明子のつれづれ日記今日はレインボータウン FM に生出演をしてまいりましたその模様を動画に撮りましたのでご覧いただきながら Facebook 他のお返事を返したいと思います フェイスブック一番乗りは沖島晴美さんでした。ブラジルからです。あきこさんこんばんは。忙しい毎日大変ですね。ニュースでは寒さも厳しくなっています。お疲れのことと思います。お体ご自愛くださいね。明日も素晴らしい一日になりますように願って。おやすみなさい。西山秀子さんもブラジルからです。お疲れ様でした。おやすみなさい。とお花も一緒にいただきました。 井上真子さんです明日伺うイブスキのカラオケステージ空のママさんです遠足前の小学生状態の私です23日よろしくお願いします楽しみにしています新曲イブスキの街にも似合う素敵な歌時間になるといいですねイブに最高な歌の贈り物ですと書いてくださいました明日を楽しみにしています マンゲツテロさんグッドモーニングとアバターでご挨拶です。加藤兼久さんおはようございます。秋子さん今日もいい一日になりますように。ありがとうございます。今日もチャットに参加いただいてありがとうございました。塩田さんです。超美人秋子さんおはようございます。胸キューンと書いてありますね。ありがとうございます。加藤敦子さん、秋子さんおはようございます。昨日も一日お疲れ様でした。 今日も元気に笑顔の一日になりますように、えー、かわいいクマさんがコーヒーカップに入っていますね吉村さんは、えー、スタンプだけですビューティフルと書いてありますありがとうございます山川よし子さん、あきこさんおはようございます今年もあと残り少なくなりましたねお疲れ様でしたとスヌーピーのスタンプと一緒にいただきました 牧野明光さんです。キオさん、皆さんおはようございます。昨日は打ち合わせ、スケジュール、調整、お疲れ様でした。今日はレインボータウン、楽しみにしています。そして23日は鹿児島で、つれづれ日記、生配信。もしも、親父じゃなかったら、参加させていただきます。わははとか言って。親父 <laughs> 元気、笑顔で頑張ってきてください。人生七曲り、ギリと情けと愛を乗せて、大ヒット、突っ走れとありますね。 <laughs> もしも親じゃなかったらじゃなくてもしも親父じゃなかったらと <laughs> ありますね面白いですね小田切高夫さんですおはようございますとこれはねパンダちゃんがおはようと明るく言ってますね可愛い,いです深田さんですおはようございますお体気をつけてくださいって書いてありますありがとうございます 柴谷とみこさんです。おはよう、あきこちゃん。いよいよお天気です。今日も元気で笑顔一番で楽しい一日に過ごしてね。みさよさんと楽しいトーク。明日からは九州、鹿児島。向こうでも皆さんにお会いできる楽しみでドキドキですね。思いっきり皆さんの耳に心に届けてきてね。人生ならまがり、ギリと情けと愛をのせてを。うん。ありがとうございます。ちょうさん、グッドモーニングのスタンプいただきました。 深田雅美さんは女性がなんかミニスカートを履いて踊ってるんでしょうか。金崎真紀子さんです。秋子さんもうこんにちはですね。遅くなりました。外出中でした。もう暮れも迫りましたね。本当にお忙しい毎日のスケジュールの中。いつも前向きの秋子さん。笑顔と元気で輝いてご活躍ください。いつもエールを送って応援しています。ファイトとあります。 中垣さんです。こんにちは。素敵ですね。お疲れ様でした。またなあとあります。さあ、今日はですね、入山明子ファンページの方にも更新をしたんですけれども、こちらはどうでしょうか。コメントを読ませていただきますね。 森沢隆さんです。入山さん、皆さんおはようございます。ヘルシーな朝食ですね。今日も素晴らしい快晴で気持ちの良い一日です。今夜のレインボータウン FM 楽しみにしています。人生七曲り、ギリと情けと愛を乗せて、対岸成就大ヒット間違いなしといただきました。ありがとうございます。沖島晴美さんはブラジルからこちらもコメント、スタンプをいただきました。 伊藤明美さんです。スーちゃんと藤子ちゃんと書いた可愛い秋田県の写真と絵にシと書いたカップが一緒になってますね。ありがとうございます。そしておぎわらさん、にこにこマークが三つ並んでいます長野県からありがとうございます。さあそしてユーチューブブログの方に行きますね。 ブログのコメントが今日はたくさんあったんですよねさあ管理人森沢さんですこんにちは333ゾロ目は演技が良いですねレインボータウン FM 楽しみです人生七曲がりキリッと情けた愛を乗せて元気に笑顔でご活躍くださいミツコさんですあきこさんお疲れ様ですステージクアワーつながる放送部 違ってたらごめんなさい。アーカイブで拝見しました。よかったです。たくさんの歌詞の方々がいらっしゃって、皆様一生懸命ですね。でも、あきこさんが一番好きです。強力な応援団のファンの皆様の隅っこから応援してます。ついていきます。って書いて。みつこさんありがとうございます。ぜひね、えっ、ー、と、一緒に喜び合える日、来年こそという感じですね。まあ、一緒に歩んでください。 とみこさんです。レインボータウン楽しみにしています。応援の皆さん夜は冷えます。暖かい服装で応援頑張ってくださいね。あきこちゃん明日から初めての鹿児島気をつけてきてね。皆さんに元気笑顔のあきこちゃんの歌を歌います。ありがとうございます。6番さんお体気をつけてください。コメントありがとうございます。 さあ、そして、鋼のブラックちゃんです。今日のレインボータウン、元気、笑顔で頑張ってください。楽しみにしてます。みんなで応援してます。鹿児島の生配信も楽しみですね。生の人生の生狩り、皆さんにお届けください。皆さんお喜びになることでしょう。体に気をつけて頑張ってきてください。とあります。嬉しいです。さあ、それからですね。えー 野良猫にゃんにゃんさんです。おはようございます。今日はラジオの収録なんですね。明日は鹿児島でのキャンペーン、鹿児島でのキャンペーンは初めてなんですかいぶすきなんですね。頑張ってとあります。そうなんです。初めての鹿児島キャンペーンですので楽しみにしています。新潟さくらさんです。おはようございます。私も聞き逃しました。23日頭に入れておきます。活躍されていますね。嬉しいですねということです。 ありがとうございますさあそして youtube にお返事を返したいと思います youtube にコメントをくださった方はいらっしゃるでしょうかえー、とですね森沢隆さんです。スケジュール調整更新とお疲れ様でした レインボータウン FM リスラジと YouTube ライブと同時に見て聞いて楽しんでいます。元気に笑顔で舞い上がれということですね。ありがとうございます。牧野明光さんです。秋子さん皆さんおはようございます。昨日は少し体を休めることができましたかスケジュールの調整、事務仕事などお疲れ様でした。今日はレインボータウン楽しみです。またみんなで盛り上げますね。 鹿児島の生配信も楽ししみにしてます人生七曲り義理と情けと愛を乗せて大ヒット「つっぱしれみんなで応援してます」とありますさあそしてカラオケステージソラさんから入ってます山口の光師高橋さんからのメッセージ届いてます私が代わりに送りますねメディポレス国際予選治療センターイブスキリゾートで体と心に優しい切らないがん治療で 温泉と人情、カラオケを絆ができたことを伝えてください。ああありがとうございます。私もイブスキのクリスマスイブイブ山さんと同じ時間を共有できることがとても楽しみです。イブスキからのズレズレ日記お客様と一緒に素敵な時間を過ごしたいと思います。足ります、えー。こちらこそもう本当に楽しみにしています。光市の高橋さんもありがとうございました。 さあそれではですねまた明日明後日と鹿児島の方へ伺いますでカラオケ空さんで昼と夜そしてその合間には生ライブも配信してみたいと思いますそれではまた明日元気にお会いいたしましょうおやすみなさい